いきなりだけど、霊夢、昔テレビでやってた、電波少年って覚えてるか？うわぁ、懐かしい。私大好きで毎週見てたよ。はちゃめちゃな企画が盛りだくさんで、いつもいつも驚かされてばっかりだったな。電波少年シリーズは奇抜な企画が多くて、今や伝説になってるバラエティ番組だよな。実はそこで名物企画に出て一世を風靡した人たちは、その後意外な人生を歩んでいる人が多いんだぜ。そうなの？でも確かに電波少年に出ていた人たちのその後って、しっかり知らないことが多いんだよね。一ファンとしてそれはぜひとも教えてほしい情報だよ。というわけで今回は、当時一世を風靡した伝説のバラエティ番組、電波少年の懐かしい出演者たちの現在をお送りするぜ。そもそも電波少年シリーズは、1992年7月から日本テレビで放送開始された、進め電波少年に連なる一連のバラエティ番組を指しているぜ。このシリーズには1998年から2000年代初頭まで放送された、進む電波少年やライハ少年などが含まれていて、全盛期には視聴率 30% を超えたこともあったんだ。30%？ まさかここまで人気だとは思わなかったよ。ちなみに2021年にはワウワウで、電波少年ダブルあなたのテレビの記憶を集めたいも放送されていて、未だ衰えぬその人気ぶりを示しているぜ。こんな最近も電波少年シリーズをやってたの？さすが伝説のバラエティ番組だね。そしてこれらの番組で過酷企画に挑戦した人の中には、その話題性により知名度を大きく上げ、時代を代表するスターに成長したタレントが数多くいたんだ。最初に登場した時は全く知らない人だったのに、クリアする頃にはみんな大好きになっちゃうんだよね。どの出演者も本当に魅力的だったな。そしてそんな人々の中でも、まず紹介したいのがサムシングエルスだぜ。うわぁ、これは懐かしすぎるよ。この人たちの企画は本当に面白かったよね。サムシングエルスは3人組のバンドで、事務所との契約が切れそうな1998年に、ライハ少年の企画、ライハ少年系ラストチャンスに挑戦。これはシングルがオリコン初登場20位以内に入らなければ解散し、音楽業界以外の職種に転職という厳しい内容で、大きな話題を呼ぶことになったぜ。改めて見るとめちゃくちゃ厳しい条件だよね。私だったらこんな重圧耐えられないよ。メンバーはそんなプレッシャーの中楽曲を制作し、1998年12月にラストチャンスをリリース。番組の話題性もあってか、この曲は初登場で20万枚以上を売り上げ、見事オリコン2位にランクインしたんだ。もうこの曲がとにかく最高なんだよね。確かにテレビ番組の影響もあったとは思うけど、それがなくても間違いなく名曲だと思うよ。ここで一気に知名度を上げ、1999年には紅白にも出場したサムシングエルスなんだが、この後はヒット曲が作れず次第に露出が減り、2006年についに解散してしまったんだ。サムシングエルスって解散してたの？確かにこの番組以降は見る機会が少なかったけど、細々と活動してるのかと思ってたよ。ただバンドは解散したものの、メンバーはそれぞれ音楽に携わる活動をしていて、特にボーカルの大久保信孝はソロアーティストとして活動し、2023年1月には人気番組ラビットに出演。そこであの名曲ラストチャンスを披露して、ファンを大いに喜ばせたんだぜ。うわぁ、これは知らなかったよ。このタイミングでラストチャンスが聴けるなんて、ファンにはたまらない企画じゃないの。これからもぜひ活動を続けて、この名曲を令和の社会にも流行らせてほしいよ。次に紹介するのは、サル岩石だぜ。サル岩石も電波少年シリーズを代表する出演者だよね。あの企画は本当に面白かったな。サル岩石はデビュー間もない1996年に進め電波少年の企画、ユーラシア大陸横断ヒッチハイクに参加。その名の通りヒッチハイクのみで長距離を移動する、過酷な企画に挑戦したんだ。これは本当にすごいチャレンジだったよね。普通の人なら絶対耐えられないと思うよ。霊夢の言う通りリタイアしても仕方ないと思えるような企画だが、サル岩石は約半年をかけなんとかゴールイン。この旅のおかげでサル岩石は超人気芸人になって、書籍サル岩石日記はシリーズ累計250万部を超える大ヒット。さらにヒッチハイクを彷彿とさせる名曲、白い雲のようにもミリオンセラーを達成し、当時はサル岩石フィーバーと言われるほどの、社会的ブームを巻き起こしたんだ。あの頃はサル岩石の名前を知らない人なんて、全くいないくらいの人気ぶりだったよね。だがこの人気も次第に下火になっていき、テレビへの出演は減少。その後は迷走に迷走を重ね、2004年にはついに解散することになってしまったんだ。芸能界は流行り廃りの早い世界だけど、あれだけ人気になった人もこうなるんだから怖いよね。でも有吉弘行は苦労もしたけど、今や大スターになっちゃったんだからすごいと思うよ。有吉はテレビにほとんど出られない低迷期を乗り越えて、今や司会を複数こなす超大物になったからな。
だがその一方で相方だった森脇和成は、なかなか波乱万丈な人生を送っているんだぜ。森脇はあんまり見ないなと思ってたけど、やっぱり大変なことになってたんだね。一体どんな人生を送ってきたのかしら。実は森脇和成は解散と同時に芸能界を引退し実業家になったんだが、それも長く続かず次々に転職。なんと10種以上の職業を転々とし、かなり苦しい生活を送っていたみたいだぜ。この人ってそもそも芸能界を引退していたんだね。そりゃテレビでも見なくなるわけだよ。だが2015年にはブランド品輸入販売会社の営業をしつつ、テレビ番組しくじり先生俺みたいになるなに出演。そこでこれまでの苦労を語り、大きな話題を呼んでいたぜ。引退したと思ったらまたテレビに登場したんだね。でもこの人の苦労話は確かに面白そうだよ。そしてこの番組の出演をきっかけに、森脇は芸能界に復帰。フリーで活動しながら2017年には YouTube チャンネルを開設し、YouTuber としても活動し始めたんだ。一回きりの出演かと思ったらそのまま復帰しちゃったの？しかも YouTuber までやるとはさすが元芸人さんだね。ただ芸能界に復帰はしたものの、テレビ出演などは数える程度。しかも YouTube への投稿も2019年から止まっていて、現在は俳優やタレントとして細々と活動しているみたいなんだ。なんだかどれをやってもなかなか長続きしなくて、ちょっと不憫になってくるよ。でもこれからまた表舞台で見ることもあるかもしれないからね。一電波少年ファンとしてはぜひ頑張ってほしいよ。次に紹介するのは、ドロンズだぜ。あれ？この人たちも確かヒッチハイクの企画をしてたよね？実はそうなんだよな。ドロンズは1997年に進め電波少年の企画、南北アメリカ縦断ヒッチハイクに挑戦。ちなみにこれは最初、猿岩石に挑戦を提案したが断られてしまった企画なんだ。一回クリアしてる猿岩石が断るってことは、ヒッチハイクは本当に過酷なチャレンジってことだよね。その予想通りこの企画は非常に過酷で、なんとクリアまでにかかった時間は約1年2ヶ月。だがこの企画をクリアしたことで、無名だったドロンズも大きく知名度を上げることに成功したんだ。1年以上も外国でヒッチハイクし続けるって、もう完全に罰ゲームだよ。でも見てる側からすると、このハードさがついつい癖になっちゃうんだよね。クリア直後はその話題性もあり、バラエティにも多数出演。しかし猿岩石同様、次第に人気は下降していき、2003年に解散することになってしまったんだ。ドロンズも解散してたの？電波少年に出ると解散するジンクスでもあるのかしら。そしてメンバーの石本武はドロンズ石本としてピンで活動を続け、グルメ番組のレポーターなどでテレビに出演。また飲食店の経営もするなど、順調に第二の人生を歩んでいくことになるぜ。再スタートがうまくいったみたいでよかったよ。じゃあ相方さんも幸せに過ごしているのかな？実は石本の相方である、大島直哉はかねてより憧れていた俳優業に挑戦したんだが、これが軌道に乗らず極貧生活に突入してしまい、その上予定していた劇団の立ち上げも頓挫。さらに同時期に父を亡くしてしまうなど、心身ともに苦しい生活を強いられてしまったんだ。うわぁ、相方さんはうまくいってなかったんだね。でもまさかこんなに大変なことになってるとは思わなかったよ。ボロボロになった大島だが、この後1年発起し飲食店の経営者に転身。2006年にはチリトリ鍋大島を開店し、2008年には結婚もするなど人生がうまく回り始めるんだ。それならよかったよ。これまで苦労したんだから報われてほしいもんね。だがこの幸せも長くは続かず、2014年には妻と離婚。円満離婚だったようだが店も妻に譲渡することになり、大島は店も家族も一気に失ってしまったんだ。これは辛すぎるよ。この後一体どうなっちゃうの？大島はここでリスタートを切り、俳優タレントになろうと動き出したんだが、2015年に母が癌を患い介護生活がスタート。2017年にその母も死去してしまうんだが、なんと2020年には本人も脳梗塞で倒れてしまったんだ。これはあまりにもかわいそうすぎるよ。こんなに頑張ったのに、不幸ばっかりなんてひどすぎるじゃないの。ただ一命を取り留めた大島はその後復帰し、2022年には久しぶりのテレビ出演も達成。今も自分なりのペースで様々な仕事を頑張っているようだぜ。それなら安心だよ。これまで本当に苦労したんだから、これからはぜひ自分のために無理のない範囲で頑張ってほしいな。次に紹介するのは、肋骨マニアだぜ。確かこの人たちも二人組の芸人さんだったよね。肋骨マニアは、宿と中島豊によるコンビ芸人だぜ。二人は1998年から進め電波少年で、自力での無人島脱出を目指す、電波少年的無人島脱出に参加し、その企画クリア後にはそのままヨットで長距離を移動する企画、電波少年的スワンの旅に参加。これらは約1年6ヶ月にわたって放送される長期チャレンジとなり、大きな話題を呼んだんだ。
この企画ってそんな長い間やってたの？当時は面白おかしく見ていたけど、改めて聞くととんでもなくハードな企画でびっくりだよ。実はこれらの企画はファンの間でも、電波少年シリーズ史上最も過酷な企画の一つと言われているんだぜ。しかしこれだけ大変な思いをしたにもかかわらず、彼らの人気は伸び悩んでしまい、企画終了後にバラエティ出演や単独ライブ開催はできたものの、2006年にはついに解散することになってしまったんだ。これだけやって人気が出ないなんて悲しすぎるよ。本人たちにとっては相当きつかっただろうね。そして解散後しくはそのままピン芸人として活動するが、相方の中島は事務所に残りマネージャーに転身。中島は人気芸人みやぞんのマネージャーをしたり、元相方宿のマネージャーもしたりと、縁の下の力持ちとして、数々の芸人たちを支えているみたいだぜ。二人とも形は違えど、芸能界に携わって今も生きているんだね。あれだけハードなチャレンジをしたんだから、きっとどんな苦境も乗り越えられそうだよ。次に紹介するのは、パン屋をだぜ。あれ？これって確か中ヤンがいたコンビだったかしら。その通りだぜ。パン屋は1998年に進む電波少年の企画、電波少年的アフリカヨーロッパ縦断ヒッチハイクに参加した、伊藤隆と中ヤンに付けられたコンビ名なんだ。中ヤンも電波少年シリーズを代表する存在だよね。覚えてる人も結構多いんじゃないかしら。この企画は290日をかけて、南アフリカ共和国からノルウェーまでのヒッチハイクを達成。二人のデコボココンビぶりも相まって、大きな話題を呼んだチャレンジになったぜ。真面目な伊藤と自由な中ヤンって感じで、二人のやりとりが本当に面白かったんだよね。私もこの企画で二人が大好きになっちゃったよ。そしてこの企画終了後、それぞれ人気を獲得した伊藤と中ヤンなんだが、活動は別にしており、伊藤は役者業の傍ら劇団の主宰や、脚本家演出家としても活躍。なんとあの人気グループ、ジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トライブがドームツアーをした際の映像ナレーション脚本を担当し、さらにトリプル A のボーカルとして人気を博したニッシーがドームツアーをした際の、曲出し映像企画構成案にも携わるなど、今や有名アーティストを支えることもある、有能な裏方としてその名を馳せているんだ。こんなにすごい人たちと仕事していたの？全く予想外の方向で活躍しててびっくりしちゃったよ。自ら役者をやりながら劇団主催もして、その上脚本家や演出家としても一流の仕事をしてるなんて、才能に溢れすぎてて羨ましくなっちゃうな。その一方、中ヤンは1999年から進む電波少年の司会に就任し、さらに自分自身も企画に挑戦するなど、電波少年になくてはならない存在に成長。しかし2002年に番組が終了してからは、露出も少しずつ減少してしまい、2005年には芸能界を引退し、ふるさとである香港に帰国。中ヤンは引退の理由として、病に倒れた父をそばで支えたかったと語り、さらに日本語が上手になりすぎて、片言で喋る中ヤンというキャラを演じられなくなったことも、台湾に戻るきっかけだったと明かしているぜ。中ヤンはもう日本にいないんだね。ちょっと寂しいけどこういう理由があるなら仕方ないよね。一体今は香港でどんな生活をしているのかしら。芸能界を引退した中ヤンはその後、香港の広告代理店でクリエイティブディレクターに就任し、有名アーティストの CD ジャケットや、イベント施設のプロモーションビデオを手掛けるなど大活躍。2014年に放送された有吉ゼミ内で受けたインタビューでは、年収が約950万円だと明かし、前世紀に比べると少ない稼ぎにはなっているが、ちょっといい感じで食えていますと、ちゃめっ気たっぷりに回答していたぜ。中ヤンも裏方さんとして、いろんなアーティストを支えたりする仕事についていたんだね。お金もしっかり稼いでるみたいだし、なんだか安心しちゃったよ。ちなみに中ヤンはタレント業を引退しているものの、2021年には電波少年ダブルにリモート出演。さらに同年には自身の YouTube チャンネルを開設するなど、表舞台で見かける機会も少なくないんだ。ディレクターをやったり YouTube もやったり、マルチな能力を発揮しまくってるね。いろんな分野で活躍してくれて、私も嬉しくなってきちゃったよ。ちなみに中ヤンと電波少年的80日間世界一周をした、真中ひとみも印象的な出演者だったよな。うわぁ、この人もよく覚えてるよ。無茶な企画にも体当たりで挑んでて好印象だったな。実は真中ひとみは進む電波少年がデビュー番組で、中ヤンとの企画では旅費のためヌードモデルやホステスに挑戦。さらに見知らぬ男性と3ヶ月間各シェルターで暮らす、電波少年的ハルマゲドン2のラストでは、同居した男性とキスをするなど、とにかく体当たりな行動で視聴者を驚かせていたぜ。今考えるととんでもない行動の数々でびっくりだよ。でもこれが当時は面白くて仕方がなかったんだよね。この大胆な行動で話題を呼んだ真中ひとみは、その後キャスターや女優としても活躍し、時代を代表する大人気タレントに成長したんだ。当時は幅広い分野で大活躍だったよね。
でも最近はテレビとかで見ない気がするけど、もしかしてチュウヤンみたいに引退しちゃったの？実は真中ひとみは海外で英語を勉強したいという夢を叶えるため、2006年に事務所を退所。その後はオーストラリアに語学留学し、帰国してからは都内で OL として生活し始めたらしいんだ。海外に留学してたから全然見かけなくなってたんだね。でも夢を叶えるために踏み出せるなんてめちゃくちゃかっこいいよ。今も勉強した英語を活かして、どこかで働いているのかしら。それが真中ひとみは2009年に友人から誘われて参加した朗読劇をきっかけに、演じることへの熱意が再燃。現在は全事務所との契約上使用できない真中ひとみという芸名を捨てて、こちまちこ名義で女優活動をしているんだ。これは全く予想してなかったよ。まさか改名して復帰しているとは思わなかったな。そして再デビュー後は、朝の連続テレビ小説満腹に出演するなど、今も女優としてしっかり活動を続けているぜ。紆余曲折あったけど、改めて女優として活躍できているみたいでよかったよ。今度からドラマや映画を見るときは、こちまちこの名前を探しながら見てみようかな。次に紹介するのは、なすびだぜ。この人の企画も最高だったよね。あれもかなり過酷そうなチャレンジだったな。なすびは1998年に進む電波少年の企画、電波少年的検証生活に参加。検証が100万円分当選するまで応募し続け、その上検証の商品だけで生きていくという、とんでもないチャレンジに挑戦していたぜ。これは改めて聞いてもハードな企画だよね。そもそも検証なんて当てるだけでも大変なのに、それで生活するって恐ろしすぎるよ。だがこのハードな企画をなすびは見事クリアし、書籍検証日記はベストセラーに。その上世界で最も長く検証生活を続けた人としてギネスにまで登録され、一気に知名度を上げたんだ。これってギネスにまで登録されてたの？そりゃ人気も跳ね上がるわけだよ。ただなすびは一時バラエティなどによく出ていたものの、その後は地元の福島に戻りローカルタレントになり、2013年には地元福島の復興を祈願しエベレスト登頂に挑戦。そこでは失敗するものの毎年挑戦を続け、2016年に登頂成功し大きな話題を呼んだんだ。この人も最近見なくなってたけど、地元で大活躍してたんだね。しかもエベレストに登頂するって、やっぱり波の根性じゃないよ。ちなみになすびはローカルタレントのみならず、2002年に立ち上げた劇団なすがままで座長を務めながら舞台でも活躍。現在は舞台を中心にしながら、地道に芸能活動を続けているみたいだぜ。自分で劇団を立ち上げて、自ら俳優としても活躍するなんてすごすぎるよ。とっても楽しませてくれた大好きな芸人さんだから、これからもいろんな分野で活躍してほしいな。最後に紹介するのは、坂本ちゃんと恵子先生だぜ。懐かしい。この二人は本当にいいコンビだったよね。この二人は2000年に進む電波少年の企画、電波少年的東大一直線に参加。無名芸人だった坂本ちゃんが恵子先生に勉強を見てもらい、東大合格を目指すチャレンジになっていたぜ。勉強嫌いな私にとっては何よりも恐ろしい企画だよ。私だったら絶対諦めちゃうもんね。勉強の結果、坂本ちゃんは東大に落ちたものの、なんと8校もの大学に合格。そして最終的に日本大学に入学を決めたんだ。最後は日本大学に進学してたんだね。東大に落ちてたのは覚えてたけど、これはすっかり忘れちゃってたよ。この企画により坂本ちゃんはもちろん、恵子先生も知名度を大きく上げ大人気に。恵子先生はこの後本名の唐木恵子名義で、タレントや女優として活躍。さらに2006年には日本の伝統芸能である浪曲を歌う浪曲師になり、春の恵子名義で舞台デビュー。それ以降はニューヨークでの公演も達成するなど、大きな活躍を見せているぜ。恵子先生ってそんな人生を歩んでいたの？まさか浪曲師なんてジャンルで活躍しているとは思わなかったよ。一方坂本ちゃんは企画終了後、人気芸人としてバラエティ番組に引っ張りだこ。しかしその多忙さゆえ大学にも行けず、結局7年在籍した末に日本大学を中退してしまったんだ。せっかく合格したのに中退してたの？でもあれだけ人気ならそれも仕方ないのかな。だが坂本ちゃんの人気も長くは続かず、露出は少しずつ減少。世間から忘れられてきた2015年には、金銭トラブルやバイト生活を報道され、かつての電波少年ファンを大いに驚かせたぜ。坂本ちゃんもとんでもない人生を送っていたんだね。恵子先生とは対照的でかわいそうになってくるよ。ただそれ以降はバイトや芸能活動をしつつ、自身の YouTube チャンネルを開設するなど、細々とではあるが、自分なりのペースで活動し続けているみたいなんだ。それならよかったよ。このまま音信不通になったら心配すぎるからね。大変なこともたくさんあるとは思うけど、ぜひ自分なりのやり方でやりたいことをやっていってほしいよ。さてここまで電波少年シリーズに出演していた、出演者の現在を紹介したがどうだった？
あんなに活躍してた人なのに、ハードな人生を送ってる人が多くてびっくりしたよ。でも過酷な企画で鍛えられてるからか、みんなピンチの中でも諦めずに頑張り続けているよね。電波少年での苦しい経験が、もしかしたら彼らの人生を支えているのかもしれないな。あれだけ頑張ってたんだから、これからは楽しくて幸せな人生を送ってほしいよ。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。懐かしいという感情は脳医学的にもストレス解消にとても良いらしいので、皆様の気分転換や、ほっと一息つけるような動画になってくれれば嬉しいです。もし懐かしいと感じたり、面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。